主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、はい、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれきね、第93回です。お、93。はい、以前ね、僕横浜じゃない、神奈川の葉山に行ったって話したじゃないですか。ああ、勉強にね、うん、はい、でその時話し忘れたんですけど、僕の仕事関係の研修する施設なんですけど、はあ、一応学校なんですよ。あの行ったところ、うん、で、はい、そこの学校の校長さんってのが、ほう、京極隆信さん。ほう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 、知ってる？京極家の。そうなの、あの京極隆族とかのご子孫さんの、はい、子孫さんの、ね、あ、うん、そんだけ話忘れて、あのなんか丸亀藩主の、なんかネットで調べたらなんかそれっぽい出てきたんだけど、でもあのなんか老いぼれたおじさんがみたいな感じしか印象がなくて、なんか氏族のオーラ、家族のオーラっていうのは、ああそうだよね、子爵とかじゃないの、戦前なら、うん、でしょうけどね、何にも感じませんでした。へえ、それ言い忘れたのでちょっと補足的に。あ、その学校の校長が、はい、ここなんか5年ぐらいやってるみたいよ。あ、その作ったとか代々とかではなくて、たまたま何か、うんうん、まあ、私たちの業界の、まあ、代表選手みたいな人で、あ、まあ、そうなん、その制度を改革とかすると時に、なんか国会とかなんとか委員会とかで、あ、そうなん、勉強会とかやる、あ、するじゃない、審議会とか。あ、君の業界では有名人なの？知らん、知らんでも調べたら調べたら、あの悪魔の法律を作ろうって言ったのはこのおじさんだったりっていうようなのあって、はあっていうのを喋ろう喋ろうと思って忘れておっただけです。以上です。うん、さて、水月さん、今年は2015年、はい、国勢調査の年なんですよ。あ、そうなんですか。はい、あの国勢調査というのはですね、西暦の0年と5年にやるんです。あ、へで、あ、そうか、何年かごとですね、うん、5年ごとなんですよ。5年ごとか。で、あのこの0年と5年の年の、調査によって今の日本の人口は何人とか、0と5がつく年ね。そうです、末尾にね、はい、はいはい、に、あの数字が、正しい数字が出るんです。ああ、 なので、あのなんか総務省とかの統計とかで今日本の人口何人かなって調べてみると、はい、2010年のデータが出てくるんですよ、前回のね、はい、うん、で、あとはその戸籍とかが亡くなったり生まれたりという戸籍が動くので微調整で、うん、おそらくこれぐらいだろうというふうになってるんですね、うん、はい、で今年はですね、第20回国勢調査なんです。お、100年目。ああ、そうか、5年、うん。なんですね。でもずっとやってんの？切れ目なくやってんすか？基本的に切れ目なくやってて、なんか戦時中なんかやってないとか、はい、ああ言っちゃいけない、うん、それは例外的にあるんですが基本的に、今年20回目、100年目なんですよ。あ、そう、うん、へえ。あれ、国勢調査受けたことありますよね。いや、まあ日本国民ですからね。あ、でもほら、同居でしょ、家族と同居でしょ、水月さんが答えることってあるの？いや別に、でも、うん、なんか用紙届くじゃん。ああ、書くの？あれ書くよ、いつも。本当、書いたりとか、なんか家の面積とか聞かれたりとかするじゃん。ああ、なんかそんなもあったね、仕事とか、うんね。で、この国勢調査なんですけど、まあ、日本で始まったのは、100年前になってくるんですけど、うん、まあ、明治になってですね、こういう国勢調査っていうのをやらなきゃ、やろうよって言った人物が明治初期におりました、うん、杉恭嗣さんという方で、なんていうのかな、国勢調査の父と呼ばれる人物だそうです。この人はですね、勝海舟がなんかどっかで塾やってたんですか？うん、
の塾長を塾頭を、うん、務めていたなどっていう人で、なんか大河ドラマ、昔勝海舟で大河ドラマ北王子金也だっけ、ああ前ですねかなり、うん、の時にも出てたらしいよ、登場人物として。うん、でこので国勢調査って全国調査じゃないですか、うん、で、それをやるまず試験的にですね、明治12年に甲斐、うん、の国の今でいう山梨県のにあたるのかな、そうですね、山梨県の何ていうの、国勢調査、山梨県だけで、国じゃないけどね、うん、エリアだけでやってみたんです、うん、で、その時に、住所、うん、それが持ち家か借家なのか、うん、名前、あと身分、うん、家族、氏族、平民など、うん、あと家族のメンバーの名前、うん、男か女か、配偶者がいるかどうか、うん、年齢、生まれた国、うん、あとこれ宗教、宗師はそうですね、まあ、お寺のお寺さんの名前どこの宗派かって感じでしょうね。あと職業何かを、記載、うん、調べたそうです。うん、で、で12年に調査して15年に統計が出たっていうのをやったんだって。でこれをきっかけに、まあ、世界各国先進国でもね、うん、国勢調査ってやってたので、うん、まあそういう先進国列強、うん、諸国に順次でやっていこうって進めてたんですけれども、日露戦争とか、うん、第一次世界大戦とかがあって、全然できず、で第一回国勢調査というのは何年になるんだ結局。第1回国勢調査は大正9年1920年、この時まあね初めてこう行われて、うん、でその第1回国勢調査によってこう当時の日本の人口がはっきりと出ました。5,596万3,053人、へえ、今の2分の1ですね。5000万人、はい、大正の中頃ですね、はこんなものだったそうですね。でだからこうさ、国勢調査っていうのをやろうよとこう言ってからですね、何十年もかかってこう実施されました。で基本的にですね、0の年と5の年にやるんですけれども、うん、1945年、ああ、終戦の年、あ、それはちょっとそんな状態じゃないので、はいはいはい、できなくって46年だったかな、うん、あ、翌年に臨時の国勢調査が行われたというそうですね。はいはいはい。さあ、今年も秋ぐらいだったら調査員が来るのかな。ああ。秋ぐらいに来るんだよね。子供の頃ね、うちの親父とかやってたよ。あ、本当、うん、なんか、その調査員、バイトなんでしょ、あれでもなんかあれなんでしょ、その期間だけ公務員、国家公務員なんでしょ、臨時公務員になるんでしょ、うん、共済年金になるの、そんなの関係するな。でも、その今はこうね、こういうアンケートに答えるみたいなのって、うん、慣れてますけども、その第1回の時はまずこういうのがよく分からないから、趣旨よね、だからこう宣伝がすごく力入れてたそうで、うん、この国勢調査をやることで文明国の仲間入りなんて合言葉、キャッチフレーズを出したりですね、花電車とかちんどん屋までがこう広報活動に駆り出されたり、お寺やお宮では鐘や太鼓を鳴らして、お祭り騒ぎで始まった。へえ。そうですね。で、こういうのを手伝うと記念品もらえたりなんか。ああ、ね、メダルみたいなね。なんか見たことある。なんか、そういうのがね、いっぱいあるそうです。うん、ね、
まあ、今年も頑張って皆さんも国勢調査に協力してください。別に私たち総務省の使えるものではないんですけれどね、うん、あんまり聞かないですよね。や本当本当にあ言ってる、おやるよって。ああ知らない、みんな街では聞かない。プロモーションみたいにやってます？全然聞かないよ、ね、もうちょっと近くなったらそう、ね、ああまだ早いのかな、はい、さあさあもう国勢調査といえば、うん、本題に入りましょうかね。どっちも本題。おもれきの国勢調査ですね。ああ、そう。2ヶ月半ぐらいかけて、現在お住まいの都道府県および国の名前を、そういえばやってましたね。投票してもらいました。はあ、で、本当ね、たくさんこんなに投票してもらえるのかと思って、驚いたのですが、投票数はですね、112票集まりました。うん、で、いっぱい投票してくれた県、全な県、ずいぶん差が出ました。うん、で、2票以上ね、票を入れてくれた県だけちょっとまず最初に紹介しとこうかな。ほう。2票以上でもう1票はダメ。はい。うん。いきますね。北からいきます。ほう。2票以上投票があった都道府県ですね。はい。北海道。ほう。岩手県。うん。宮城県。埼玉県。うん。千葉県。東京都。神奈川県。石川県、岐阜県、うん、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、愛媛県、福岡県、熊本県、以上です。で、ちょっとね、票の多か少なかった、うん、都道府県をちょっと見てみるとですね、全くね、1票もくれなかったところの傾向がありまして、はい、日本海側と海なし県が0票のところが多いんです。はぁ、なんとなくの傾向ですけどね。どういうことなんだろう。なんか雪の多い国は電波状態が悪いのかしらね。というふうになっております。まあでも基本なんか人口比っていう気が。さあどうでしょうか。違うんですか。さあベスト9、投票数の多かった都道府県。ベスト9です。うん、あベスト9。10じゃないよ。うん、ちょっと。うん投票数の都合でベスト10にならなかった、はあはい、ベスト9を紹介します。9位から、はい、まず第9位です、うん、はい、北から言いますね。北海道、うん、宮城、はあ、静岡でした。あ同率ってこと。同率9位です。あそうです、4票ありました。へ、はい、ちょっと人口が多いかな。まあ、ねえ、それなり地域の各の県っていう気がしますね、はい、続いて7位になります。7位2つあるんです。はあはい、7位、5票を入れてくれました。北から言います。岡山県、岡山、福岡県でした。西日本だね。西日本ですね。続いて第6位です。6位、はい、6票ありました。お千葉県。千葉、はい、まあ千葉ね。あ一つだけ。一つです。あそう、はい、千葉はね、千葉はね、おそうだしね。なんかネズミとか犬とかもアヒルとかも応援してくれたんでしょうね。はあ、はい、続いて第5位。5位、7票です。7、はい、埼玉県でした。はい、
ああ、やっぱり関東か。関東強いですね。さあ、続いてベスト3に入りますが、はい、はい、その前にですね、その前に海外票もちゃんと来てるんです。へえ。はい、どれも1票だったんですが、はい、特別に、紹介します。うん、外国票がですね、1,2,3,4,5,6,7 名の方が投票してくれました。はい。国や地域名を言います。はい。シンガポール。うん。アメリカのニューメキシコ。うん。カリフォルニア。うん。中国、香港。うん。上海。ほう。フィリピン、カナダ。ですね。すごいね。ヨーロッパ圏はちょっと今回なかったんですが、これは国で言うんだったっけ、はい、海外の方は国で、アメリカの方は州で行ってくださってたので、まずアメリカが、アメリカと中国も2票なんだ、ね、はいはい、うん、また何かちょっとエコひいきを海外ネタをするときはこの投票入れてくれたところをちょっとエコひいきして発表したいと思いますよ。はあ、さあ、じゃあ、また、ベスト3に戻ります。はいはいはい、はい、はい。ベスト3、第3位。3位。はい、9票です。9票？はい、うん。北から言いますね。いきます。ドキドキしますね。はい、いきます。第3位。はあ、神奈川県。おぉ。兵庫県。おぉ。神奈川、首都陥落ですよ、もう。銭湯です、銭湯。どういうこと？神奈川、おもれきの首都じゃないんです。この間までおもれきの首都でしたけども、違います。もう神奈川県、さよなら。へぇ。で、ちょっとね、最初ね、こう、神奈川県来るかなって思ってたんですが、はい、最初の時、トン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 って神奈川票があって、うん、最初のうちだけでもう、ほとんど来なくなったんです。一方ですね、兵庫はですね、終盤ラスト5月31日に締め切ったじゃないですか、はい、ラスト2週間ぐらいで最初1票ぐらいしかなかったんですけど、立て続けに兵庫来たんです。後半強い、はい、終盤すごく駆け上がってきまして頑張って3位でした。まあイメージが近いよね、なんか港町って感じで、ね、港町で仲良く開港組ですね。はい、では続いて第2位です。はい、第2位は、うん、東京都です。なるほど。10票です。安定のある東京都でしたね。さすが人口最多の都道府県です。まあまあね、そりゃそうでしょう。まあ当然かな。でも1位にはなれなかった。違うんだね、意外と1位ではない。ちょっと東京都あぐらかいてたんじゃないのかなと。さあ、はあ、第1位です。どこだろう。行きますか。行きますかで、ね、行きますよ。行きますよ。どうぞ。行きます。11票差で東京に、票差で東京に勝ちました、うん、愛知県です。おめでとうございます。愛知県ね、多かったの。なんか意外だったの。へえ。なんかね、東京、神奈川とか、あと関西圏とか、やっぱ大阪じゃないんだね。うん、大阪大してなかった。大阪も京都もね、2票しか来てないので。あ、そうですか。うん、他人任せな感じがあったのかな。ああ。うん、愛知県は意外でした。へえ、また愛知？またって。こう、ああ、ね、連絡来るじゃないですか、はい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 、メールとかが。また愛知？って思って、びっくりしました。勝ち抜きました。愛知県のネタを、ちょっと今度企画して。あ、そうなんですか。愛知県特集します。あ、決まってんですね。うん、中身は決まってんけど。あ、そういう話だった、ね。愛知県特集は。愛知県に関わる何か、ね。何かは絶対します。はいはい。ネタとか考えてないので、後々。うん。ちょっと100回の準備とかもあるので、それも終わってからね。それ以降ね。
じゃあちょっと先ね、来週とかじゃない、来週とかします、違うんですね、はい、しばらく先です、しばらく、うん、あのでね、これね、投票数なんですけども、はい、やっぱりですね、こう人口差があって、うん、やっぱこう愛知でもやっぱ名古屋市とかってやっぱ大きな都市だし、東京、神奈川も関東関西圏もやっぱ人口が多いですから、うん、まあど田舎県はなんか失礼なことを言うな、いや私もど田舎県出身ですからそれはあなたの主観でしょなんかそのほら人口比例的に不利がありますよね、あで、あの一票の格差というのがあるんですよ、で、あるのかな、でもでもね、まあ愛知こうやって頑張って東京勝てなかったからね、あ、うん、でもその都会に住んでる人はそうやって思うかもしれないけど、多くのリスナーはど田舎で聞いてるんですよ。いやでもそれはでもね、代表者選ぶなら一票の格差ってあるけど、でも別にリスナーの数ってあんのかしら、あじゃあもう、ね、人口、いやいいですけど、へりくつ言わないように、はい、はい、さあ、人口1000万人を基準として、はあ、人口1000万人で一票だと1ポイントとしました。でそうするとですね、例えば東京都の場合一票来ると、0.75 ポイントの価値しかないんですよ。で、神奈川県は900万ぐらい人口がありますから、うん、1票届くと 1.11 ポイントとかね。鳥取県、うん、鳥取県あの県の人口が数十万、そうですね、なので、うん、1票届くと、届いてたらですが、うん、届くと 17.54 ポイントなので、だからね、鳥取がこう2票ぐらい届くと、とかってすると、東京は30人以上投票してもらわないと勝てないみたいなのが出てきます。そういう1票の格差を勘案して、もう一つ改めて集計をしてみました、うん、そうするとですね、1位になったのは26.00 ポイント獲得した岡山県になります。岡山か、はい、うーん、これも岡山も頑張ったねで1回ぐらいなんか、ああそう、企画ご褒美に岡山特集、一票の格差賞で、なるほど、岡山特集をしたいと思います。ようございますよ。ちなみにですね、岡山もラスト終盤で駆け込みでちょっとポイントが多くなって、うん、5票あったんです。ほう、でそれまでは一票の格差対象は愛媛県だったんですよ。ああそこまでは、うんうん、ああ愛媛県何か企画しようかなって思って考えてたら岡山に追い抜かされました。あ、最後にこう、はい、抜かれちゃった。はい、ごめんね愛媛県、またなんか頑張ってねってことになる。ああそうですか、はい、はあ、はあ、はい、なので愛知と岡山、うん、でちょっと3愛知県2回分ぐらい流しましょう。そう、うん、1番2回、あと海外特集もおいおいやっていきましょう、はい、って感じでございました。本当100名以上の方がね、いやありがとうございます。ちょっとお名前を紹介するのはちょっと控えておきます。本名の方もたくさんいらっしゃいますので、うん、私たちの方でちゃんと把握しておりますので、うん、ね、こんな結果になりました、うん、集計とか対応するの大変だったんですが、うん、面白かったです、うん、はい、これだけ聞いてくださって、まず確実に100名の方が聞いてくださってるという。そうですね、はい、組織票とかないんですか。組織票とかない。本当ですか。だってそんなネットワークケリーさん持ってないもん。本当に、うん、本当かな。でもね、断っときますけどね、ケリーさんの出身都道府県も水月さんの出身都道府県も全然ダメですよ。そうですね、うん、これも大問題ですね。ああ、
啓蒙してないからね。してないですね。バッチの効果はない。バッチね、はい、結構困るんです最近。なんですかって聞かれるんですけど。いいじゃない。答えられないじゃん。あ、まあね、あなたね、私個人的に知ってる職業柄ね、微妙な立場でなんか微妙な答えをするんで、なんかかえって挙動不審みたいな。さあ、どこかでみんなも水月さんを探してみてください。はい、はい、国勢調査の報告おしまいです。終わり。さあ、お便りいきますよ。ああ、お便り、はい。まずいただいたのはね、まるさんからいただきました。まるちゃん、はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。こんにちは。白米が嫌いなまるです。いましたね。パン食べてる。パン大好き。そうですね、はいはいはい。はい、時々過去放送をもう一度聞いたりしているのですが、先日の65回日本を襲った疫病の話を聞いていて、東京駅にある JP タワー、なんていうのこれ、切ってない、切って、ああ、切ってて、ほら、あの昔の中央郵便局の中がなんか今商業施設なんでしょ。ああ、そうだ、 KITTE 切手に、インターメディアテックの展示を思い出しました。お、ご存知かもしれませんが、東京大学総合研究博物館の所蔵物が多く展示されている場所で、さまざまな標本や全身骨格、化石などが相当数置いてあります。去年私が行った時には特別展として東大医学、これ医学って読むの、これ医者の医の昔の字、東大医学から、乱法医学まで、から、東大医学で副題が乱法医学からドイツ近代医学へというものをやっていたのですが、そこで天然痘の腕の模型が展示されていました。あ、教科書の写真レベルでしか見たことがなかったですし、ひゃーっと思いながらまじまじ眺めていました。その他さまざまな病気の標本や医療器、実験用具などが展示されており、なかなかの見応えある展示でした。この展示は特別展なので今はやっていませんが、常設展の標本や化石も見応え十分です。その都度行われている特別展も面白いので、ぜひ覗いてみてくださいませ。それでは失礼します。急に暑くなって、早速夏バテ気味ですが、お二方もご自愛くださいといただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。 JP タワー、東京駅にあるの？東京駅の前に中央郵便局あったでしょ、昔。あった、あのレンガの方でしょ。あ、レンガの方 ので古い建物があって、あったあったあった。でそれをこう外側残して上にでっかい、あれ商業施設になったんですか。そうそうそう、郵便局なくなって。あ、そうなの、うん、へえ。それがなんかその切手とかいう愛称。へえ、うん、このね、なんかこの病気関係の標本とかさ、うん、なんかこういうなんかこう人間の本物をなんかシリコン漬けにしたなんか模型とかあるじゃん。輪切りのやつとかね、うん、あれ何回も見に行って気持ち悪いって思いながら何回も見に行った。一時期なんかずっと回ってましたね。流行ってたの、うん、あの東京で夏目漱石のさ脳みそが、あれも東大ですね、うん、あれも東大にあるね。でそんなんで天然痘の腕の模型なんかも展示。あ、腕の模型、それはいや模型じゃないでしょ、標本でしょ。ああ模型だからそれっぽく作った偽物でしょ。作ってあるのか。だからね、標本になるのもね、ちょっと今検体が流行ってんだよね。ああ、うん、もちろん自分の意思に反してされることはないんでしょ。あ、ないと思います。うん、うん、あの一回ね、検体ってどうやってやるのって聞きに行ったことあるの。ああ、うん、で、あれ。解剖の実験、実験になって、ね、んでお骨になって2、3年すると帰ってくるんですよ。あ、そんな時間かかんの。うん、終わったらすぐ帰ってくるんじゃない。すぐじゃなくてまとめて焼くみたいで、僕が聞いたとこはね、で3年後ぐらいに お家にお骨が帰ってくるから、はい、うん、だから出したきりじゃないから、もちろんね、うん、だからね、それを知らずに検体して、はあ、で
葬式もせずに放っといて、うん、しなきゃいけないのって困る家族って結構いらっしゃるそうですよ。ああ家族はそのよく分かってなくて、うん、した人はまあ、うん、そのね意思があったんだけど、へえ、なんてありますね。あそうなんだね、今度また東京行ったらちょっと行ってみます。切って、いやこんな知らなかった、博物館あるんですね、なんか、はい、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。続いてまこさん、まこさん、はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。前回国語の教科書の戦争ものについてでメールしましたまこです。読まれる頃には2周年おめでとうございますというところでしょうか。2周年おめでとうございます。そうなのよ、ちょうど今頃、今2周年ぐらいなのよ。あー6月でしたね。そう忘れてました、はい、ちょっとバタバタしてて忘れてました。ありがとうございます。さて、前回メールを送ってから読まれるまでの間に息子は3年生になりまして、新しい教科書を持って帰ってきました。うん、まだ上巻だけしか配られてないようですが、やはり国語の教科書に戦争ものはありませんでした。お二人が赤い召集令状の会で話されていた怒り地蔵、などもやっぱり記憶になく、もしかしたら忘れているのかなと思い、怒り地蔵を読んでみましたが、やっぱり全く知らなかったです。というか衝撃的な内容すぎて、一度読んだら絶対忘れられないですよね。歴史の授業では絶対出ますよね。じゃあ最初に習ったのは社会科だったのかな。ちなみにまこさんは85年生まれで、うん、千葉県で育ったそうですが、うん、記憶にないということです。怒り地蔵はケリーさんが小学3年の時に習ったとおっしゃっていました。3年生の息子は多分戦争についてもよく分かっていないと思いますが、きっと読んだら衝撃を受けると思います。母親としては読ませたいような、読ませたくないような、戦争について知るのは大事だけれど、もう少し大きくなってからでもいいのかな、なんて複雑な心境です。さて、イラストの種類が増えましたよね。とっても可愛いです。これからも配信楽しみにしています。頑張ってくださいね、といただきました。はい。怒り地蔵を知らない。結構、ショッキングな話だよね。でもね、自分も多分ね、教科書では知らないと。え、どこで知った？いや、まあその話はそのいろんな外から聞いたことはあるけど、本当に教科書にはね多分載ってないと思う。やった、あのね、教科書でやって、であのさ、夏休みってさ、うん、暇だからテレビもさ、大人向けの番組見ててもつまんないから、教育テレビずっと見てたのよね、うん、そしたらその怒り地蔵のお地蔵さんって本当に今ある、残ってるの、広島に、うん、そうですね、でそれをその勉強した子供たちが訪ねに行くっていう、社会科みたいな、国語みたいな番組やってたのを見て、あ、怒り地蔵っていうのは全国の子が習う、いや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 、それは教科書によって違うんでしょう、うん、それもちょっと大人になってからそうなんだなって分かったけど、僕は全国の子が習ってると思ってた。違います。怒り地蔵も習ってない。あの今度はあのほら、お母さんが聞いて映画やってるじゃん。これ映画になるの？ あれはあれ知ってる？あれ教科書載ってた？載ってた、載ってたよね、載ってた。あれは俺もやったけど、あら映画になったの？いや、もうこの、え、もう公開でしょ？そうなの、うん、へえ、あらあら、じゃあまあ僕たちの時はほら戦後数十年だったじゃん、まだ今だって数十年でしょ今の子って戦後70年でしょ、70、数十年、まあ、そんなこってこてのも聞かなくなってきたのかな、なんか、うん、またでも3年生の教科書出てきたら報告お願いしますね。はい、次いきますね。次ね、1枚めくってください。はいはい、続いて C 野さんからいただきました。 C 野さん、はい、こんにちは。散歩の途中に聞いています、うん、好きな歴史関連本は早急のスバル、うん、浅田次郎だね、中元の虹、うん、
浅田次郎の本です、はい、生体号がかわいそうに思われる涙する本です、はあ、これからも楽しみにしていますので頑張ってくださいといただきました、うん、この早急のスバルってあのドラマになってなかった？ NHK でなってました、ね、田中優子がやってたやつじゃない？田中優子そうかな、ね、なんか夜やってたよね。宦官の話でしょ。なんか宦官？宦官あのたまたま取っちゃう、そうそう取られたりその話たまじゃないけど棒の方だけど。あ、棒を取っちゃうの？食べたもんじゃないの？はい。あら。浅田次郎ね、ポッポ屋の人だよね。そうですね。ね、うん。なんかそんな印象があります。これも最近書いた本なのかな？いや、ちょっと前でしょ。もう少し前になんかね、結構売れてましたよね。中元の虹っていう知らない？これもなんか中国ものやつですね。中国系、うん、中国系、うん、中国歴史もんなんですね。そうですね、はい、ちょっとまたチェックしてみたいと思います、はい、ありがとうございます。続いて電光石火さんから、うん、ケリーさん、水月さん、こんにちはと。この電光石火さんはですね、おもれき国勢調査一番最初の投票してくれた方なんです。一番やり、はい、うん、電光石火さんは群馬県安中市在住です。ああ、安中の、はい、うん、おもれき86回の放送でケリーさんが里見八犬伝を大河ドラマでやっちゃえばいいということをおっしゃっていましたが、実は私の住む群馬県安中市の隣町である高崎市、うん、春名町地区ではすでに里見八犬伝を大河ドラマにという運動が数年前から行われています。へえ。里見八犬伝というと千葉県のイメージが強いですが、うん、実は里見市のルーツはこの高崎市春名町地区なのです。ちなみにこの地区には里見という地名がたくさん残っています。あ、そうなんや。八重の桜の新島城、この人は安中藩出身、うん、で今の花もゆの後半の舞台は群馬県、うん、で来年の大河真田丸は沼田氏が真田氏ゆかりの地、うん、と近年群馬県ゆかりの大河ドラマが増えているので、これに乗ってこの流れに乗って里見八犬伝が大河ドラマに採用されればまた嬉しい限りです。うん、毎週お二人の配信楽しみにしていますので何卒、お体にご自愛くださいといただきました。はあ、こう言われると確かに群馬つながり多いんだね。ねえ、今群馬ホットですね。富岡とかね、うん、すごいね。何なんだろう。なんかこの辺も総理大臣出てんの最近。群馬最近、群馬だっけ、中曽根康弘は群馬だっけ。ちょっと花も言う、つらい。つらいね。つらい。ちょっとね、うち2週間ぐらいあの取りだめ状態になって。ああ、そうですね。もうちょっと足が遠のいてますね。ほんで今度大奥編になるんだってね。あ、そうなの。うん、ああ、その大奥っていうか毛利家の。毛利家の奥に入って、ね、なんかお手伝いするんだけど、ね、それを大奥編って言うんだって。大奥は江戸城の話でしょ。うん、で、それがその大奥は割と馴染みのある歴史用語だけど、うんうん、奥だけだと一般の方に分かりにくいので、うん、分かりやすくするために大奥編って名付けましたって。もう痛いよね。あ、そんなこと言ったよね、NHK が、うん、へえ。でこれイクメン大河じゃなかったの。イクメン、イクメンじゃない、イケメン。あ、イケメン大河だったのにさ。イケメン大河なんだって。あ、そうなの。イケメン俳優いっぱい取り揃えて、あ、まあね、うわわやってるってことになってるんでしょ。なのにもうなんかそのお城の奥でさ、あれ女ばっかの、女とお殿様、ね、お殿様しかいないんでしょ、うん、男出てこないじゃん。大丈夫って思って。それがそんな長と続くの。そんなことないよね。違うな。これさっきぐらいなんでしょ。どうせそうなんでしょうけど、なんか井上真央ちゃんかわいそうでなんか叩かれちゃうじゃん。なんでそれ、主役のせいでもあるよ。頑張ってるじゃん。
頑張ってるだけじゃないなんですよ。なんかおかしい、ちょっと心配ですが、まあいいや。里見八犬伝、やっぱ運動あるんだね、大河ドラマ。いいよね。しかも千葉じゃない、まあ、千葉でもあるんでしょうね、うん、きっと。じゃあ群馬と千葉と連携してさ。そうやね。でもそれまた引っ張り合いなんじゃないの、うちがあった場合。でもいいんじゃない、それでほらなんかそういう里見八犬伝道路とか作ってさ、なんか観光誘致すりゃいいじゃん。やっぱな、あの夏木真理と薬師丸ひろ子はぜひ出てほしいですね。それ映画じゃん、うん、あの夏木真理のすっぽぽん入れますよ。ああなったらもうでも大河じゃ歴史じゃないでしょ。でもだから大河ドラマって歴史じゃないとダメなの？一応史実でもない、史実に基づいてないこといっぱいあるじゃん。だからいいんじゃないの、もうこういうさファンタジーなさ一年ものやったってさ。いやだからじゃあちょっとこう里見氏の史実に沿った感じの発見みたいな感じすればいけんじゃない、なんかいいんじゃない、うん、ねえ、ぜひ頑張って運動してどれぐらい、うん、どうやったらね誘致できるか分かんないですけど頑張ってさあ、ね、誰がどこで決めてんでしょうね、うん、あのおじさんでしょ、タクシー、ゴルフに行くのに、タクシー乗っちゃう。あの人は鶴の一声で決めるわけじゃない。そうなんじゃないの。そう、なるほどないですよ。花森だってそんな噂あるじゃん。うっすよね。なんか今、ほら、総理大臣のことがさ。まあそうかもしれない。もう叩かれやすいですね。はい。いや、最後にもう一ついきますね。もう一つ、はい、はい。マーシャルさん。マーシャルさん。マーシャルプランのマーシャル。マーシャルプラン。はい。はじめまして。マーシャルと申します、うん、最新の配信を憂鬱な月曜日の出勤時間のお供にさせていただいています。この方はね福岡の方なんですが、 おすすめの日本の城はやはり九州で言いますと熊本城でしょうか、うん、と言いますのも九州にはあまり誇らしいお城が個人的には見当たりません、うん、特に福岡県というところは歴史的なシンボルが少ない町だと感じています、うん、私が住んでいる太宰府にしても菅原道真公が左遷されてきた場所らしいですし、黒田官兵衛にしてもどこか都落ちによりいやいや来られた感がありますね。そんな中鉄壁で知られる熊本城は九州で一番見応えのあるお城ではないでしょうか。福岡市の福岡城も城跡しかなく、近年天守を作るために募金を募る計画もニュースで耳にしましたが、やはり歴史好きな県民からしたら城跡だけだというのは物寂しいですし、今更建造されても、点々という思いで複雑です。これからも配信楽しみにしています。長文失礼しましたといただきました。太宰府なんか歴史ある町じゃないの？古代から続く。まあ都市としてはね、まあ、その太宰府自体はそれずっと古いけど、小役町みたいなとこだった。町はその福岡が大きくなってからでしょう。あんまりなんかなんだっけ博多どんたくだっけ、あお祭り、なんかお祭りとか、うん、屋台で豚骨ラーメン食べてる印象しか、あ福岡って、まあ、要するに博多のイメージですね、うん、庶民の、ね、商人の町の博多と、うん、武士の町の福岡人、あそんな感じになるんですか。博多ってずっとほら古代からある港町でしょ、うんうんうん、で黒田官兵衛が来た時に城下町としてその川のこっち側に福岡っていう町を作った町だから、うん、中川って大きな川あるじゃん真ん中に、うん、あれのこのお城側が武士の町で昔からある町は博多でしょ。うん、そういう風になってんだ、うん、だからお祭りとかみんな結局博多の方じゃん。ああなるほどね、うん、ねえあのいい町ですよ、ね、もう熊本城まだ見に行ったことはないんです。おっと、うん、そうちょっと行ってみたいですね。最近ですけどね、コンクリートですけど。うん、ちょっと九州は火山がちょっと今活発なんで大丈夫でしょうか。ああ、当たりゃいいよ。なんてこと。ね、
これね、こういろんなところでこうお城を復元しようって僕聞いたのは名古屋城、名古屋城あれコンクリートのお城、天守はね、今あの空襲で焼かれちゃったの、そうです、ね、あれ復元しようって今プロジェクトあるみたいよ。いや、なんかあれじゃないの、御殿でしょ、あの本丸はもうできたの、あそうか、うん、本丸御殿もできたで、今度は天守閣みたいなことを言ってるって聞いたし、そうそう、お城といえば松江城が国宝になりましたね、なりましたね、うん、昔紹介したお城の中では、あ、紹介したんだっけ、松江城下でよ、うん、あそうか、現存天守、国宝になったのが4つ目なんだ、あそうか、うん、そうだ、現存天守12個の中でって話です、はい、うん、ね、おめでとうございます、はい、ね、熊本はなんで国宝じゃないの、熊本だから鉄筋コンクリートなんで、鉄筋コンクリートなの、そうですよ、あ、そうなんだ、うん、え、何、城壁とかだけ残ってるだけなの、そうやね、宇都櫓って結構宇都城のもともと天守閣だったっていうのが櫓にあって、まあ、それはもう十分天守閣ぐらいの規模はあるけど、でもそれは櫓なんですよ、天守はコンクリートなんで、エレベーターなんで、あ、楽ですね、はい、はい、分かりました、はい、ありがとうございました。はい。はい、じゃあ今日はここまでにしますね。はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組のお便りのテーマがあります。あの時代に行ってみたい。あの人に会ってみたい。おすすめの歴史漫画や歴史小説。あと、国語で習った戦争、国語とか社会科で習った戦争の話なんかも、うん、今、募集しております。はい、他にもいろいろとテーマがあります。詳細は、おもれきのブログをご覧ください。はい、お便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。Twitter のユーザー ID は、おもれき2013です。さらに、おもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方は、おもれきのチャンネル登録もお願いします。はい、ではまた次回、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。